早瀬大尉以下4名の話はにわかには信じがたいほどの驚くべき内容であった。彼らはゼントラーディ軍に捕まり尋問を受けた後、脱出に成功して奇跡の生還を遂げたのだ。西暦2009年11月、幸運にも敵包囲網の乱れを突くことに成功し、我々はついに地球へと帰還した。その頃マクロスに潜入したゼントラーディの3名のスパイたちは地球人の生活文化に衝撃を受けていた。彼らにとって男女が親しくすること、戦闘員ではない人々の存在、戦いとは無縁の娯楽文化は全て脅威に思われたのだ。一方アラスカの統合軍本部では私たちの報告をもとに対応が協議されていた。しかしそこで出された結論はあまりにも厳しいものであった。敵軍との接触および停戦交渉案は却下。5万6000人の民間人は異星人と交戦中であることを隠蔽するために下船は不許可。さらにマクロスには民間人を収容したまま敵の目を引きつける時間稼ぎの役割が与えられた。敵戦闘部隊接近。ポッカー少佐、敵をマクロスに近づけないようにしてください。了解。いいか、以前現れた高機動の敵も混じっているようだ。十分注意しろよ。パープル小隊はマクロス上空の敵部隊を殲滅しろ。受け、マーカーアルカス、ラクツアンスラン。スカルリーダーよりバミリオン小隊。いいかお前ら、隊長がいない時だからこそしっかりやれ。はい、分かってます。ご心配無用。こちらバーミリオン3。さすがですねパープルリーダー、そっちの敵は任せましたよ。マックス逃げろ。逃げる。ヤクで受け、ロムテスカドラス。早い、こいつか。パープルリーダーが言ってた手強い相手ってのは。Thank you.
まずい。くそ、敵の指揮官機がマクロスに侵入した。全機マクロスへ向かえ。戦闘エリア制限を更新します。マクロス周辺の敵機を排除してください。攻撃していた敵の撤退を確認しました。警戒態勢は解除されました。ガンツ、ウテガンツ、メナルトに。よし、もういいだろう。フォッカー少佐、機種が下がっています。大丈夫ですか？隊長が被弾なんて珍しいですね。大丈夫だ。これより帰還する。激しい戦闘でしたね。
そういえば私、マックス機と同じカラーのカードを持ってるんです。よろしかったらどうぞ。